さあ始まりました、三橋純と秋坂十一の本気で遊ぼうですけれども、今回ちょっと番外編でどっか遊びに行くとかいうことじゃないんですけれども、番外編ですね、あの DR ガレージ京都伏見さんですね、京都トヨタさんのですねご協力でですね、ご協力というか、まあ、ちょっと撮影現場にお邪魔したので、ここにですねランクルの新型ランクルですね300の GR スポーツとあと200、そしてそこにですねプラドとありますので、あのこちらの方をですねダカールでね優勝しているミスターランクルですよね、三橋純選手にちょっとそれぞれの違いやそうね、うん、をちょっと教えてもらいながら、あとちょっとジャンプなんかもしてもらって、あんまりねこう新型こういうところで走らしたくないでしょうし、本来はね普通の一般の人もね、ジャンプもせえへんと思いますけれども、ちょっと三橋君解き放ってどんな感じかっていうのを新次さんに大会いただこうと、あなるほどいうことでございます、はい、それでは行きましょうか、行ってみよう。この時代のスタンダードなポジションですよね。いや散々乗ってきてるからさ、うん、慣れてるはずなんだよこのポジション、うんうん、なんだけど、ほら人間ってね怠慢でね、うん、いいもの新しいものをね経験するとね古く感じんだよ、いろんなものも、ね、うん、でもやっぱねそのこの重そうそうそうな感じね、うん、だからあのランドクルーザークルーザー、何してんの、ゆっくり走ってるよこれ。いや全然ゆっくりだってもう。なんで？何ですか？なんでゆっくりゆっくりやんほら。大幅だね。だって ABS も効かしてないしさ、ほらゆっくりだよ。インプレッションお願いします。インプレッション、いやもうねやっぱね結構重たい車なんだけど、ね、サスペンション結構柔らかいは柔らかいんだけど、踏ん張りよね。水溜まり、水溜まり、水溜まり。何を考えてんねん。いや、ゆっくり走ってるよ、ほら。おお。力強く登るよね、これ。で、本当だったらこれ、あれなんだよ。ここ 4L っていうの、うん、ローで走んなきゃいけないことなんだけど。これ ABS 聞いちゃってんじゃんよ。藤岡さん、こんなことしてるよ。でもこれ4レンジで乗らなきゃいけないんだけど、うん、これね、でもねやっぱりね外側にこう詰めた時に外側にふっとこうやっぱ重たい分引っ張られるね。そう逃げていく感じはある、うん、そこがねちょっと弱いところではあるんだけど、やっぱそれはでも重さからくるから、ね、重さ、うん、しょうがないとしょうがない。左前です。よいしょ、よいしょ。この角度って分かんのかな、みんな、これ。分かんないよね、これね。この車のいいとこってどういうところ？これ？うん、やっぱね、例えば今こういうところあるでしょ？うん、こういうとこだったら、電子デバイスの、うん、なんだっけ、MTS か、うん。で、勝手に走ってくれる。あ、アクセル踏まなくても勝手に進んでいって、うん、四輪トルクを上手にこう、やってくれる。それがランクルの強いところだよね。で、あとやっぱね、フレームの強さだね。ああ、やっぱり強いんだ。うん、強い。うん、なんか僕80乗ってた時も、うん、事故しても強いからとかって思ってた気がする。ちょっとほら、崖、崖、崖。うわー、ずれてる、ずれてる。ずれてるって、もう。飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ。ちょっと。丈夫さがまあ、うん、まあその重さのネガティブな部分にもなるのかもしれないけれど、うん、やっぱこういうほらちょっとそのいわゆる四駆のそもそじゃなくても走れてしまうこの丈夫さね、うんうん、こういうこの揺れた時のでもさこんだけ重たく感じるものがさ、うん、このぐらいこう軽快にもちろん三橋さんの腕もあるけどさ、でも僕乗っても乗れるもんね、これね、乗れる乗れる乗れる全然乗れる。こんな狭いとここんなにさ、でもちょっとこれ横揺れするね。するね。ね。何してんのドリフトしておかしい話。ありがとうございました。以上、ランクル200でした。ランドクルーザープラドですね。あれこれエンジンは？これディーゼル。あ、ディーゼルだ。うん。心地いいわこので、プラドは、うん、あのね、まず200とプラドの違いって何なの？
あのそもそもの派生が違うよね。あのちょっと言い方失礼すると、一番最初はパジェロのライバル車として出てきたわけ、ね、なんだけど、やっぱランクルって名前がつくんだから、うん、ちゃんとランクルにしようよってなったのがこの今の15号。ほらそうで、違う違う、今リラックから急に、あれ軽いね。軽いよ、ほら軽いんだよ。いや、さっきのより全然感性がさ、そう、軽いんだよ、軽いよ、ほら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 、さっきと感性が全然違うんだよ。新さん、わかります、わかります。いや、今前滑った。なんかリアがすごい出そうなっていう感じがしますね。前滑ったよ。持ってるちゃんと。軽いよ。軽いんだよね、これ。幅狭い。もう覚えてる。幅狭い。で、ここちょっと穴がある。ほら。前のバンパー当たるで。当たるね、これ。面白いね。イン側に切り込んで後ろ滑らせて向き変えてんだね。そうすごいリア流れてますよね。リア流れてない、これ。すごい。ああ、うるるるる。いやいや、今サイドブレーキ引いたよ。何してんの。何してんのよ、もう。こういうことができるとプラザの良さなわけよ。これね、やっぱ200はちょっと重たくてなかなかスポーツドライビングだね。もうこれはね、200プラザだとできるこの軽快ね。うん、あのハイラックス乗っても軽快でええけど、それにさらにちょっとね、ダンクル2発の良さを入れたみたいな感じになって、調子に乗った頃になんかあるよ。あるよ、調子に乗った頃に。あるよ、うん、後ろ滑るよ、この車。どん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 。ちょっと、感性があるから、ここ飛ぶ。飛ぶよ。そうだよ。やめてよ。ゆっくりね。ゆっくり。やめてよ。だからやっぱり、新さん笑ってる場合ちゃうって。あの撮影してますよ。してます。大丈夫です。これ200はさ、やっぱさ、あの重厚感が魅力なんだけど。この軽さいいね。いい。これはこれでいい。でやっぱり、ね、やっぱフランクルっていう名前をあの持ってるから、うん、丈夫。あ、これもだって散々これ俺イベントでこれやってるからね。でもそう言ったらなんかこのね、ちょっと200よりもちょっと幅の狭いように乗ってて感じるんだけど、狭いその感じと横幅と縦の感じがさ、パジェロを思わすね。あ、そうね、サイズ的にはね、ギア流れてるよ。でもパイド的にはもう全然丈夫か。次はこっちの方が丈夫だからね。何してんねん、最後のあれいらんやろ。あなたは土屋圭一か。あいつがね、何がもう俺ね、乗ってちょっと感心したかっていうと、いやもうね、スタビリティの良さね。うわ、まだやっぱ重たいね。まっすぐ走るね、これがさ。うわ、全然滑らへん。ね、シンさん見た、とか流れる感じがしないですね。全くしないですね。グリップしてる。え、これ感性すごい。ここすごい。ね、感性は？ほら、アンダーで出ない。これなんで回り込むの？アンダーで回り込むんだよね、これがさ。で、バーン。すごい回るのよ、これ。うわ、トラクションも全然いいや。登る。まあちょっと狭いのはね。ゆっくり行きなさいよ。狭いのはさすがにって言うやったら。狭いんだけど。ここもさ、ほらちゃんと曲がるね、ほら。ほんま、後ろがちゃんとグリップしながら、ね、そう、グリップしながら出てくれるね。これもそう。ここもそうね、ほら。超小回りするやん。出てくるんだよ。すごくないこれ。やっぱね、あの、うん、車がそのドライバーが思った方向にちゃんと向きを変えてくれるっていうの。うん、そのやっぱほら、フルタイム四駆の噂はそこじゃない。あのどうしてもアンダーと。うん、あと何だろう、回転半径の広さ、そう大きさがね、小回りできない、うん、そのネガティブさがね、だいぶないだよね。これさ、200と300と重さってそんな別にこれがとてつもなく軽いわけ違うよね。200キロぐらい軽いって言ったよ。あ、軽いんだ。うん、感性違うね。違うね。あとあの重心感がちょっと全然違うね。どうかって分からんけどさ、いやスムーズでしょ。これ全然設置時間が違うよ。スムーズなの。タイヤずっと設置してるよ。そうなの。スムーズでしょ。何これやっぱ進化をこれすごく感じるね。進化はこれで、あの街中でさ、うん、ね、
新しい新型ランクル乗って良くなったってみんな言ってるけど、この領域でこの違いってみんな分かってるのかな。いやこれはなかなか体感しないけど、この違いはね相当大きいよ。これアクションすごいよ。あとこの曲がる、この曲がる、このこれ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 この旋回性の良さ、ちょっとね、ちょっとね、びっくりだよこれ。何よこれ、下モロモロになってるの。ほらほらほら、ちょっと荒れてんのね、ボーンと乗れながら。でこいつはね、さすがにできないんだけど、まあでもやるよ、ほら今、サイドブレーキないのに行ったよ、うん、そう曲がるのよ、すごくね。ちょっとすごいですね、この3台の違いがはっきり分かりました、今。分かったよね。はい、うん、で、三橋さんの運転ですごいなと思ったのは、プラドがすごいと思いました。リアがあんだけ流れてるのに、うん、全然なんか破綻する感じなくっていうのが。だってチャンネル選手、リア流れたら、そのままスピンして、クルーですよ。ね、リセットボタン押さないと。もう。ね、アイレーシング F3 やもんね。はい、で、この300は、後ろに乗っててリアが全然流れるのかなって思いつつも、トラクションでバーって前に進んでいく感じすごい分かりました。そうそうそう、全然分かる。これはすごいですね、うん、だからなんか分からんけど、200から300正常進化やけど、プラドはプラドが好きだっていう人いるやん。いるその気持ちはね、こんな短期間でさ、ポンポンポンとこれね、GR ガレージ京都市民京都トヨタさんのね協力があったからできるけど、すごいね、うん、三橋純と脇坂純一の本気で遊ぼう番外編、うん、番外編、三橋純のドライビングによるランクル3兄弟3比べ乗り比べ、3比べでしたけど、うん、皆さんも感じていただけましたでしょうか。それでは新さん締めていただいて。はい、ということで今回はですね、贅沢な3車種を一気に乗らせていただいた、GR ガレージ京都伏見の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、よろしければチャンネル登録や動画の評価、高評価ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回の動画はこの辺で。シンジでした。ジュンジでした。ジュンでした。ありがとうございました。したー。